ちは。こんにちは。今日は分かるね、小川監督です。そう、ヤクルトね、現監督の小川監督を呼んで、はい、ね、いろいろお話を聞きたいと思いますが、イエイ、ね、ということで、はい、よろしくお願いします、はい、高校野球の話、小川さん、優勝してるじゃないですか。でも殴られたでしょ、よく。大変な時代だったね、はい、毎日殴られてました。もうほとんど。どういう理由で殴るんですか。まず試合に投げて負けて打たれた。殴られ、試合監督がいない時に帰ってきて夜合宿中に殴られた。誰に殴られた。監督が殴るんですか。千葉県から甲子園まで優勝するまでって相当厳しいじゃないですか。やっぱ千葉の大会自体がもう厳しいし、甲子園に出れるっていう状況は非常に厳しい、うん、ですよね、時代だったかな。例えば殴られた効果がやっぱこう精神が鍛えられたとか、まあ、多少の効果はあったかなと思うけど、小川さん殴れなかったらなんかぼーっとしそうですもん。多分俺の性格を見てそういうふうにこう教育をしてったんだと思うんだけど、人から背中を押されないとなかなかやらないっていう、そうですね、どっちでもいいかなっていうようなタイプだったから。あ、だから優勝したいとか思ってますよ。でしょ、これ全く良くないですよね。良くはない。まあ話に聞くところボンボンらしいですね。いや、ボンボンってわけじゃないよ。家は農家だったんで、特にボンボンとか裕福だとかそういう家ではなかったんで。そうだっけ。いや、ほんとほんと、地主だったらしいよ。夜だってご飯食べるときに親父も僕もまだ仕事してたから、まあ、兄弟だけでご飯食べて寝るっていうと家だったんで、サラリーマンにすごい憧れた。野球はもうそこそこにサラリーマンやりたいという夢があったんです。まあ、野球は好きだったから野球やったと思うんだけど、まあ、その後高校を卒業してからその先野球で進みたいっていう思いはあまりなかったかもしれない。本社はもう生きてるんですか。いや、もう元気。あ、元気なんですか。多分 YouTube 見ると思います。見ないかも、年的に、ね。まあ、でも石井監督は恩師なので高校で優勝させてくれたっていうのは、まあ、監督の方針がやっぱり良かったんじゃないかなっていうのは後で思う。じゃあ今の方針、まあ、例えばもうセクハラだとかパワハラだとか、はいはい、いろいろああいうのを見て、うん、小川さんどう感じてますか。まあ、時代だから方法論っていうのはやっぱりいろいろあると思うんでね、殴ることだけが、厳しくすることだけが方法じゃないと思うんで、それは時代に合った方法っていうのはやっぱりその指導者になる人は考えていかなきゃいけないなと思う。そういうふうには。めっちゃいいこと言う。いや、卒がないから崩せよお前。いや、なんかもうそうですよねってなっちゃう。いや、だからそこになったらなる。お前が壊していけよ。まあ甲子園で優勝しました、はいはい、で甲子園で優勝して高校の時にプロから来なかったんですか。まあその時うちの親父は監督に全て任せっきりだったので。ああ、分からない。分からない。あったっていうふうには言うけども、でも肘をもう壊してた。いや、もう肩ボロボロだったので、もうピッチャーでは無理だったんですよね。絶対無理だったと思う。で甲子園の時は何番打ってたんですか。5番かな。打ったんですか甲子園。20打数10安打。おお、ちょっと俺もうちょっと上から言ってみていいですか。いやいや、バッティング練習やらせてくれなかったんで。それでも、え、20打数10安打ホームランは。ホームランはない。実際問題そんなに打ててなかったのに、うん、甲子園でそういう成績が残せたっていうところに、まあ、結果がついてきたっていうのがあるんじゃないかなと。小川さんみたいと運強いですよ。運がある、まあ、人生に。自分自身でもそう思うことはただ思ってんのいや、それでまあ、大学に進学します。それ中央を選んだ理由っていうのは何なんですか。甲子園終わった後、その年オールジャパンがあってアメリカ行ってて、はい、アメリカハワイ寄って帰ってたの9月の中旬 で、はい、でその後すぐ国体行って5試合投げて、はい、でその後また投げてたんですか。でその後韓国に単独チームで行って3試合投げて終わったのがもう本当に10月の終わり、11月入ってたんじゃないかな、はい、でそのセレクションも何もない中で、はい、早稲田行けって言われて、はい、まあ、勉強やれって言われて教習所通ってたのに辞めさせられてで勉強やらされて、やってたところやったんですか。本当にやったかやってないか分かんないけど、そうでしょ。だから当時その中央大学の学長と、はい、宮井監督がわざわざ習志野まで来て、戸田さん、はい、中央に誘っていただいて、それが一部の法学部っていう。そしたらその高校の野球部長が中央大学の法学部一部で取ってくれるんだったらお前そっちの方がいいって言われて、もうすんなりそこで。わかる？
なんかすごい中央の法学部って分かる、分かんないだろう。そう、もう早稲田の普通の学部行くよりも難しいから。いやそれで大学1年に入って入学して、で1年からレギュラーですもんね。まあそれもたまたま甲子園で優勝したっていう、そういう触れ込みで入って、まあ宮井監督が最初からバッティングしてくれた。大バッティングだよね。大バッティングですよ。小川さんが1年でレギュラーになって打ちました。最初に振った打席がホームラン打っちゃった。まあそこら辺がやっぱ運が強いよな。で1年の時はあのホームラン2本打ったのかな。最初はちょこっと打って、あとでさっぱり打てなくなって。だから俺が1学年遅れて入って中央に、それで小川さんがファースト、俺がセカンドで一二塁間コンビだった。あ、それはそこそこうまかったですもんね。そんなことないよ。素人だ。ピッチャーしかやってなかったな。でも運があるじゃないですか。ボールが入ってくるでしょ、向こうから。そんなことない。グラブ持ってる入ってくるからな。そうでしょ。もうそこが運ですから。ね、運の悪いやつは弾いてます。本当に運に任すしかなかった。そうでしょ。で、一、二塁間組んでて、どうでした僕って。あんまり気にならなかったね。